仕事の糧、2024年4月13日。この神は救い主、助け主、天にも地にも不思議な御業を行い、ダニエルを獅子の力から救われた。ダニエル書6章28節。生きているのはもはや私ではありません。キリストが私のうちに生きておられるのです。私が今肉において生きているのは、私を愛し、私のために身を捧げられた神の子に対する信仰によるものです。ガラテヤの信徒への手紙、2章20節。ダニエル書、特にこの前半の方には神様の介入による奇跡的な出来事が記録されていて、とてもワクワクしながら読める箇所があります。ダニエルが獅子、ライオンのいる洞窟で守られて、助け出せる場面というのは、非常に感動的ですね。で、実は私たちの日常生活の中にも、このライオンの穴の中での生活と似ている面がある、ちょっと極端ですけど、あるような気がするんですよね。というのも、どこにも結構熾烈な戦いがあり、食うか食われるかというような、例えばビジネスの現場であったり、あるいは試験の点数による、学校の中での格差に悩んだり落ち込んだり、蛇に睨まれたカエルのような気持ちで生きた心地がしないような居場所がない。そして味方もいないというような、そんな生活をしているという方が決して少なくないように思うんですよね。神様はそういう恐れや不安、疎外感がもう体中を縛りつけるような、まるでライオンのそれこそ餌にでもなりそうな雰囲気の中で生きている私たちを、そういう状況から解放して、あなたはあなたのままで私に愛されてるんだよという、そしてあなたには生きてほしいんですよと神様が促しを与え、励ましを与え続けてくださっていると思うんですよね。そういう意味では、神様は決して私たちを遠くの方に追いやってしまわないというか、無視なさらない。いつでも私たちが生きるということを、なんていうか、選び取れるというか、そういう意欲を与え続けてくださるんですね。イエス様は、生きるということに対しての意欲をもたらしてくださる救い主。そしてそのお方から、許しとか、癒しとか、命というのを受け取りながら生きられるようになるわけですね。嬉しいことですよね。本当に辛いライオンに囲まれてるような、そんなイメージで生きているという、そういう状況の中ではね、もう本当に生きた心地はしないですもんね。にもかかわらず、ダニエルがそういう状況から助け出されたように、私たちも神様の手によって、イエス様の手によって、きっと守られる。そのことを信じて、前に進む、生きるを選ぶ。そういうことができる一日であったらいいなと思いますね。どうぞ元気でいてください。祝福がありますように。